はい、こんばんは。今日はですね、悪魔女ドラキュラの HD をやります。ですね、なぜこれをやるかというとバイオ撮ってる時間がないっていうのとあとね、久々にやりたくなったっていうのと、これね、最後までやってないんですよ。クリアできてないんですよ。なので、ちゃんと最後までやるのと、あとダウンロードコンテンツもやってないんで、それもできたらやりたいのとありまして、ちょっとまあ短時間でサクッとできるゲームなんで、まあ今回ちょっとこれ選んで、まあバイオの間に やろうかなと思いまして。で、あまりにも久しぶりすぎてもう内容全然覚えてないんで、まずリハビリとして、ノーマルから全部やっていきます。で、さっきちょっと自分のセーブデータ確認したら、ハードの7章クリアできてないんですよなので、それクリアして、まあね、余力があったらダウンロードコンテンツやっていこうかなと思います。あとはね、誰か一緒にやらない持ってる人がいたね、持ってる人がいたら、ね、やりましょう。じゃあまずもうノーマルの一章から、もう久しぶりすぎて全然覚えてないんで、いつの記録なんだよこれで、7章のハードクリアできてないんですよ。まあだから、まずはノーマルの一章からやっていきます。もうほとんど覚えてないんで初見に近いんですけど、ただそれなりにやってたんで、装備はそれなりにあるんですよ。ただこれもなんか全然覚えてないんで、全然覚えてないわノーマルだから昔の俺のまんまでいいよね。ムーンストーンだけ変え しときゃいいかな特に何かに特化しとけばいいっていうことでもないしな。まあとりあえずやってるうちに思い出すでしょ。で、もう全然覚えてないな。何これ、これすら覚えてないわ僕マリア一本だったんで、あんなのむさ苦しい男なんか使わねえぞこの野郎使わねえぞ。さあ、じゃあスキルが思う、スアク、青龍、白虎、玄武がR1ね。はいはいはい、じゃあやっていきましょう。まあノーマルなんでね、ちょっとクリアでき、しかも装備それなりに揃ってるんで、まさかクリアできないわけがないと思うんですけど。いや、覚えてないわ、全然。ちょっと待って。ちょっと待って。どうすんだっけな。ああ、そうそうそう、これこれ。全然覚えてないの。覚えてないから。よいしょ。ああ、回避できないんだっけ。ちょっとね、マップが。ただうるせえな。全然覚えてないわ。アイアム翔さん、僕は翔さん、いけいけいけ、全然覚えてないよ。なんかどっか壊れなかったっけ。これ、あ、壊れた壊れた。
どうしようかな、どうしようかな、左から攻めるか。思ってた以上に動かない。思ってた以上に動いてない。なんだっけこれ、全然動いてない。あばあばあば。よいしょ。ダウンロードコンテンツのハードやるには一人じゃきついんかな、やっぱり。僕はマリアちゃん。ちょっと待って。どういうルート行ってたっけな。実は覚えてないよ。敵がね、やっぱちょっと弱すぎるね。これ戻らない。あ、戻らないか。まあいいか。あぶね。召喚獣もさっぱり覚えてねえな。召喚獣って言うんかな、あれ。シュッ、ふいふい、ほい。僕はマリアちゃん。あの木箱をすり抜けるとは思わなかった。とりあえず道なりに進んでいって、何かに当たった。これキャラ変えるんだっけ？それだけだったよな。そう、鳩が言うこと聞かねえ。鳩が言うこと聞かねえぜ。決してバイオから逃げてるわけじゃないね。そこだけは、あれ今決意が上がってると思うんですけど、決意やるにはちょっと1時間必要なんですよ。ちょっと今1時間取れないんで、時間がサクッてできるゲームで。あらららら、よいしょ。恥ずかしい、ちょっと恥ずかしいぞ今のは。登れないんだけど、あれちょっと待って、ちょっと待って、よしよし、おかげ。黙っちゃうね。さあ、だってのは、ちょっと待って、そんなむずいの。届く、そもそも届かねえよこれ。こうか。やばい、なんかすごい劣化してるわ。間違えた。もっと俺スムーズに動いてたはずなんだけど、このスライディングを。あれ、帰ってきて。あ、もうボスやね。よしよし、チーンじゃねえ。
よしよし、おーちょ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 、トシトシ、ギリギリ当たったじゃん、当たったじゃん、なんだこのチンコみたいなやつ、なんか足壊したな確かこいつ。おお下が平らになってる。危ない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 。危ない。ああ、まあね、ノーマルだしね。ノーマルだしね。はい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 。